横浜にぎわい座は横浜市中区に位置する横浜市立の大衆芸能専門館。正式名称は横浜市芸能センター。指定管理者制度に基づき公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が管理、運営している。2002年4月13日に会場。初代館長は玉城博史。2010年7月より2代目館長に、 地元横浜市出身、在住でにぎわい座設立にも関わった、落語芸術協会会長、桂ツラ歌丸。三代目館長は開業当初から、チーフプロデューサーを務めてきた、布ノメ一。芸能ホール座席は1階席280席、2階席111席、計391席。開校後、日本中から横浜に人が集まるようになり、娯楽が求められた。 明治13年に、見せ物工業場が指定され、野毛町地域に近い下町の賑やか町に、たくさんの芝居小屋や寄せが開業。おっぺけペーブ市で有名な川上はじめ座や、福井一座などが人気を博した。日の出町生まれの劇作家、長谷川新の横浜音頭は、東京でも工業が開催された。大正時代、横浜座では、一つの舞台を演劇と映画で構成する。 連鎖劇が話題になる。漫才スタイルの元祖、横山円達と花火師や茶子の名コンビも、賑やか座の光景である朝日座で公演し人気をさらい、二代目館長の桂歌丸も賑やか町で育った。しかし昭和期から、ラジオや映画、テレビなど、新しい娯楽が台頭すると芝居小屋、寄席は姿を消していった。横浜高速鉄道港未来線の開業に伴う、 東急東横線桜木町駅の廃止が決定し、町の活気が失われることを心配する地域住民から野毛に寄せを作り、笑いの力で町おこしをしたいという声が上がり、桂歌丸が横浜市に寄せの建設を要望した。2002年、当時の高秀秀信市長によって、横浜中税務所跡地に横浜にぎわい座はオープンした。2020年、 新型コロナ感染予防に関する緊急事態宣言とそれに伴う営業自粛要請を受け4月1日から6月30日は休館となった7月1日から感染防止の対策を講じ定員を限定した上で工業を再開している横浜にぎわい在会エントランスホール落語家や芸人のサインの展示カツラ歌丸館長との記念撮影コーナーやぐらの オブジェと東波風の屋根横浜にぎわい座は中税務所跡地の再開発ビルの地上5階から地下2階にあり、寄せ芸から大道芸、記術などあらゆる大衆芸能に対応できる施設として建設された。建物入口上部の外壁には、江戸時代に工業を許可された芝居小屋が掲げていた、印である櫓を模した現代的なオブジェが据え付けられており、 現代的なアルミイモノで作られた自社のような東ハフの入り口屋根も特徴的で大衆芸能の持つ雰囲気を演出している。演者の巡りなどを書いているのは寄せ文字立花流の立花ミンギスズメ。日本テレビ系列、商店の兄弟番組で CS 放送日テレプラスの番組である商店ジュニアの公開収録会場としても知られていた。 地上波の焦点も2003年に日本テレビ放送も開局50周年記念として収録が行われた。焦点ジュニア終了後は同じ CS 放送日テレプラスの番組である楽ラクラクゴーゴー、や時代劇専門チャンネルの名作傑作楽語戦の収録も行われていた。タイの石名を演芸資料館には当番組のレギュラーである林家太平が焦点の大切で 初めてザフトン10枚を獲得した際の商品である大の石が展示されている。芸能ホールは月の前半は寄せとして使用される。後半は歌詞ホールとして日舞、演劇、コンサートなど多彩な用途で使用される。の、ゲシャーレは若手新ち煮詰めなどによる企画や若手の演出家の作品発表の場として使用されているほか、 月を通しての貸しホールとして、プロレス工業に貸し出されることもある。横浜市芸能センター条例横浜市、指定管理者一覧 a ビ e 横浜にぎわい座、新館長就任のお知らせ横浜にぎわい座、お知らせ横浜にぎわい座新館長就任6、27から7、24掲載分、7、25更新。 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団2019年9月13日閲覧野毛地区振興事業共同組合野毛劇場野毛界隈1横浜地区町づくり会横浜商科大学横浜商科大学野毛町中キャンパス横浜野毛の秋内いと文化浜に花咲く大衆芸能市民と芸人の交流の場 神奈川新聞2002年4月13日、神奈川新聞2002年4月12日、横浜地方版21面、桂ツ氏。3立花みすずめさん、石底、桂三氏の落語的日常、ジュニアムブログ、2019年9月2日閲覧、にぎわい座を使う、7月1日に、横浜にぎわい座の館長に就任した、布ノメ栄一さん、中区、西区版、 タウンニュース。2020年8月13日閲覧。写真、立花のレンジ、聞き手、文、入江広子、江戸、落語頃から、落語新10人のキーパーソンに聞く、演芸最前線、第5の視点、横浜に根付く演芸の拠点、布目栄一。ピア、ピアニッシモ。 79から92、ISBN 9兆7848億3562万8738。ありがとうございます。